エルバート軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2166人であり、2000年の2511人から1.7%減少した。軍庁所在地はエルバートン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1790年12月10日に設立され、郡名は ジョージア州知事を務めたサミュエル・エルバートにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は374.54平方マイルであり、このうち陸地368.76平方マイル、水域は5.78平方マイルで、水域率は1.54%である。ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 エルバート軍は、ジョージア州北部司法巡回地区に入っており、他に、ハート軍、フランクリン軍、マディソン軍、オグルソープ軍も入っている。判事は3人おり、他に、地区検察官と公選弁護人がいる。また、州裁判所もあり、判事と巡回検事各1人がいる。その他治安裁判所と県民裁判所がある。エルバート軍の統治主体は、軍政委員会であり、 選挙区から選ばれる5人の委員と、軍全体から選ばれる議長で構成され、また軍管理官が指名される。その他の役人として、保安官、検視官、事務官、検察官、選挙管理官、記録部長、裁判所事務官、税務官、評価委員会委員、税査定部長がいる。軍内には、商工会議所、歴史協会、キワニスクラブ、ロータリークラブ、ライオンズクラブ、 パイロットクラブ、エルバート劇場財団、NAACP、ボーイズガールズクラブ、エルバート市民連盟、ハビタット・フォー・ヒューマニティなど多くの活動的な団体がある。さらに多くの地元協会は大変活動的な伝道プログラムがあり、エルバートグラニット協会のような多くの公益組織も活発である。住民の中からこれら組織の上位団体で会長などを輩出してきた。 ジョージアガイドストーン群内の歴史的かつ文化的な場所として、ナンシーハートの小屋、ダニエル・タッカーの墓所、スティーブン・ハードの墓、ピーターズバーグ・タウンシップ、バンス・クリーク教会、軍庁舎、エルバートン・シーボード・エア・ライン駅、ロック・ジム、グラニット・ボール、エルバートングラニット博物館展示場、リチャード・ビー・ラッセル・ダム、エルバート劇場、ジョージアガイドストーン、リチャード・ビー・ラッセル州立公園、 ボビー・ブラウン州立公園がある。エルバート軍は、田園部の軍だが、多くの伝説が残っている。アメリカ独立戦争のヒロインになった、ナンシー・ハートは、軍南部の住人でだった。ダニエル・タッカー牧師は、人気ある牧師で、私船の運航者であり、歌の、オールド・ダン・タッカーの題材になった。エイサー・キットライダー、s ワイフの著者コーラ・ハリスが、軍の出身であり、その本は後に、 映画、アイド・クライム・ザ・ハイエスト・マウンテンの題材になった。スティーブン・ハードは1780年から1781年に、ジョージア州知事を務めた。ジョセフ・ラッカー・ラマーは、エルバート軍で生まれ、1910年から1916年まで、アメリカ合衆国最高裁判所判事を務めた。政治家かつ、判事のヤング・エル・ジー・ハリスは、エルバート軍で生まれ、 ヤング・ハリス・カレッジにその名を残した。アメリカ合衆国陸軍長官を務め、1824年にはアメリカ合衆国大統領候補になった、ウィリアム・ハリス・クローフォードが、軍の出身である。有名な探検家メリウェザー・ルイスは、その家族が、隣のウィルクス郡にある、ブロードガバレーのブロードガー沿いに土地を所有していた。クラーク・ゲインズは、NFL の記録保持者であり、 NFL 選手協会の会長を務めたが、エルバート軍で育ち、エルバート軍包括高校でフットボールをプレーした。ブルースのギタリスト、ベイビー・テイトは、エルバート軍で生まれた。レコードアーティストのモダーン・スカーツは、カレッジ音楽サーキットで人気があり、エルバート軍出身のジョジョ・グライドウェルトジ・エイガレーがメンバーである。ありがとうございます。